こんにちは。おしりたんていのパンが発売されました。2019年も発売があったんですが、2020年、今年も12月1日からおしりたんていのパンが発売中です。で、おしりたんていのパンは、まあ、おしりたんてい、まあ、本人のキャラクターの書かれたパンと、あと、相棒のブラウンのパッケージのパンの2種類があります。で、一つはまあ普通の、まあ、パンなんですが、なんと、チョコホイップ入りということで、まあ、パン自体が、まあ、お尻の形をしてるんですけど、これが、なんかチョコホイップになったということで、ちょっと狙った感じで、出しましたね。で、2019年は、まあ、お尻の形をしてるんで、桃のクリームだったんですが、とうとう2020年はチョコホイップにしました。で、まあ、色はちょっと薄い感じの茶色なので、もう本当に、茶色、濃い茶色とかっていう感じではないです。なので、色だけで見るとそんなにチョコレートっぽくもないんですけど、まあ、チョコホイップという、まあ、狙った感じの、おしりたんていのパンになりました。で、ブラウンのパンは、まあ、蒸しパン、メロンの蒸しパンにホイップクリームが入ってるという、まあ、特にまあ、普通の感じのパンですね。で、中にはシールが入ってます。で、まあ、2年連続でも発売されてるので、まあ、シールは12枚入ってるので、まあ、それを集めるのもいいのかなと思います。やっぱりちょっと、狙った感がやっぱありますね。チョコホイップ。まあ、味は、まあ、美味しいです。まあ、朝食にいいんじゃないでしょうか。